こんにちは。転売アカデミー栗秀夫です。今日は、転売マニュアル、Amazon 輸出マニュアル、この項目ですね。すでに、会員になっている方からの質問、あるいはね、ご入会、サポートを検討させていただいている方の、質問でですね、多いもので、マニュアルにできそうな部分を、まずマニュアル作ろうかなと思ってます。その需要調査というか、市場調査をちょっとしたいと思います。まず、マニュアルを作ることが、ほぼ決定している項目ですね。これは、アカウント削除、赤バン対策、ね。どういう商品を扱って、どういうことをすれば、削除されにくいか。削除されちゃった場合は、どういうチェックポイントに気をつけて、アカウントを作ればいいか。それから、削除された場合の、サスペンダーの場合のアピール方法。この辺をマニュアルにしようと思います。それから、海外発送の方法ですね。Amazon への納品方法、転送会社とか、品名を何とか、いくらと書いて、何で送るか、その辺のことですね。あと、悪い評価の削除方法。これ悪い評価、ほっとくとですね、アカウントが売れなくなっちゃいますんで、この削除方法。それと、対応が難しいのが、納品個数が違った場合の対処方法。FBA 納品の場合のね、個数が違った場合の対処方法。この辺のことを、マニュアルにしようかなと思ってます。ただ、他の項目がね、ぜひすぐ知りたいと、あるいはね、この項目だけのマニュアルがあったら、買いたい、あるいは、マニュアルを買いたい、サポートを受けたいというリクエストがあればですね、それを考慮してマニュアルを作っていこうと思います。それらのね、項目なんですけど、まず、マニュアルになかなかしにくいんですけど、儲かる商品の見つけ方。この質問もまた多いですね。これは今、いい方法がね、ちょっとひらめいたんで、このサービスが提供可能かどうか、検討しているところです。それから、無在庫で儲ける方法。これね、無在庫、Amazon は無在庫やりにくいという話をしてるんですけど、相変わらず、無在庫でなんとかならないかという質問はあります。これをね、無在庫と、こういう無在庫なら儲かりますと、そのままそっくりな返事ができるかどうかはわかんないですけど、仕入れリスクをなくすという形であればですね、提供可能かなと思いますんで、これも今、儲かる商品の見つけ方と合わせた形で、考慮しています。それから、中国輸入。ね、これを、趣味の商品とかそういうものだとね、やっぱりなかなか商品が見つけにくい、めんどくさいという方もいらっしゃいます。そういう場合は、中国輸入。これはですね、人を使うことが可能だとか、ある程度資金がね、あるとかいう場合には、なんとか、なるかなと。日本にいるから日本の商品を売る方が、強みは活かせますし、リスクは少ないですけど、その代わりね、仕入れが、めんどくさいと。何の日本のおもちゃ的なものにも興味がないと仕入れがめんどくさいというところがあります。だから中国輸入なんかの需要もあるのかなと。輸入といっても私の場合は日本国内で売るんじゃなくて、中国仕入れのものをアメリカアマゾンで売るという需要ですね。これがあるかどうか。で、アマゾンのね、サポートで多いのは、やっぱ初めての出品までは結構質問多いです。ただこれはね、そんな難しいことじゃないんで、その都度つまずいたところでね、画面キャプチャーをいただいてサポートしています。マニュアルでね、順序立てていくと、コロコロ画面編成が変わったり、ブラウザ変わったりするんで、かえって混乱させちゃうみたいなんでですね、わかんない箇所で、画面キャプチャー、あるいはね、それをデジカメに撮って質問してくださいという形で、対応して、それで皆さんアカウントを無事作れています。で、最近、eBay の方もね、進めてます。高額な商品とかね、Amazon で売れなくなった商品をやっぱ eBay でもね、売った方が売れるんで、eBay のサポートなんかもしてるんですけど、eBay はやっぱサポート一番多いのはですね、こちらの方は、商品はすでにあるとか、後から仕入れて売れば、いいということで、商品の悩みはね、それほどないんですけど、初めの設定までで、ね、苦労する方が多いんで、これも Amazon と同じようにですね、その分からなくなった箇所で質問いただいて解決しています。それから国内のヤフオクシール、あるいは一部ヤフオク販売でも儲かる商品があります。このヤフオクの需要っていうのはね、どうなのかなと。
ヤフオクブームを過ぎてるんで、逆に、今、ニッチな、稼げる商品を見つけられれば、国内から国内だけにですね、そういうのも面白いかなと思います。その人のスキルによってですね。具体的に言うと、中古の壊れたものをね、直せるというようなスキルがあると、ヤフオクはかなり儲けられるチャンスが広がります。そういった国内転売。あとは、海外法人設立方法とかね、借り入れ方法。それから番外編としてですね、海外で暮らす方法、不動産投資、儲かる自宅の買い方。これ不動産はね、私はもうずっと20年以上不動産やってましたんで、かなり、役立つアドバイスができます。もちろんこれ、マニュアルのね、項目の中で、リクエストいただいてもいいですし、もしこれ、動画をご覧になっている方で会員さんいらっしゃれば、このマニュアル今言ったことを、あるいはマニュアル書いてないことでもですね、とりあえず、どんな質問でも、調べなきゃいけないので正解に近づけるとか、会員の方の、お金、あるいは時間を増やすのにですね、役に立つということであれば、何でもサポートしてますんで、お気軽にまずはご質問ください。以上、マニュアル、どの項目が需要があるかの、リクエストでした。もしね、この項目気になるという方いらっしゃれば、また個別で、メッセージ、あるいはね、コメントつけるのがためらわなければ、コメントなんかをつけていただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。